こんにちは。税理士川南の YouTube です。この動画は個人事業向け、自営業の方向けの内容になっています。ビジネスをすると必ず必要になる経理の基礎、税金、確定申告についての情報をなるべくわかりやすく税理士が説明している動画になります。これを見て経理や確定申告の基礎を身につけて、次のレベルアップの土台になったらいいなという思いで、配信をしております。動画を見てね、コメントや感想、取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひ教えてください。YouTube のね、コメント欄にたまにコメント分かりやすいよとか、すごくためになりましたとかね、確定申告これを見たらできましたっていうコメントいただいてるんですけど、目を通しておりますので、ぜひそういうコメントいただけると、励みになりますのでお願いします。あとチャンネル登録の方もお願いします。今ちょうど1700人突破したところかな、だと思います。いつも見てくださってる方ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、動画の内容は、今日は利子についてちょっと話したいと思います。これ前ね、利子割りっていうことで、経費の帳簿の付け方のコツで、内容は説明してあるんですけど、ちょっと今日は違う切り口からいきたいと思います。皆さん、ちょっとね、意外に思われる方いるんですけど、例えば車を買ったとか、仕事をするになって必要な機械を買った時に、高い買い物の時って、やっぱ皆さん借り入れすると思うんですけど、借り入れの返済の金額っていうか、返済って、経費じゃないんですね。経費にはならないんです、この返済は。だから仕事用で借り入れして機械を買ったとしても、その機械は自体は減価償却で、減価償却はね、以前減価償却の動画があるので、ぜひそちらの方をご覧になってほしいんですけど、減価償却として機械、車を買ったっていう場合は、それは減価償却で経費にできるんですけど、この借り入れした返済金は経費にならないので、これよく注意しておいてください。返済がね、毎月毎月、例えば銀行で借りた場合に、毎月通帳から引き落としされていくと思うんですけど、それは借入金の返済になるので経費にはなりませんので気をつけてください。ここの処理たまに間違えている方がいます。その代わり借入返済金は経費にならないんですけど、そこの部分の利息については、経費になります。こちらは経費にすることができます。まあね、自分のね、自宅の住宅ローンの利息はプライベートな借り入れになるのでダメなんですけども、仕事で必要なものの借り入れの返済にかかった利息っていうのは経費にすることができます。この処理をね、結構ね、知らない方ね、この処理自体をしていないっていう方がいます。だからこの利息分を経費に上げてない方とか、まあ間違ってこの借り入れをね、返済に経費に上げてしまってるって方もあるんですけど、もうそれすると絶対に利益の金額が変わってきて、税金の金額が変わってきますので、気をつけてください。じゃあどうやってこの利息部分を見ればいいのかっていうと、多分銀行からこういう一覧表ですね、返済明細書っていうのかな、ちょっと銀行ごとに呼び方違うかもしれないですけど、返済明細書とか明細表っていうものが銀行から来ます。ここにこの借り入れがいくらあって、日付は何月何日いくら返済っていうふうに、ざーっと細かい表が借りてる銀行さんから届いてるはずです。もしない方は探してみてください。でない場合、どうしてもあれでないなっていうことは、再発行銀行さんに頼むと、多分手数料かかると思うんですけど、再発行してくれますので、郵送でお願いしますって言うと、はがきが届きます、銀行側から。これもですね、政策金融公庫で借りた場合も政策金融公庫さんに問い合わせれば再発行していただけます。でここに書いてあるわけです。で、ここに何が書いてあるかっていうと、この元本返済と、ここですね、利息部分って書いてあるわけです。で、元本返済は結構丸い数字で、例えばですよ、4万円ずつ毎月返すっていう借り入れの返済の契約を結んだら、ここの元本返済が4万円って書いてあるわけですね。で、利息が必ず書いてあるわけです。まあ、これなんかわかんないですが、適当に、いつもね、291円とかね、854円とか、結構、バラッとした数字なんですけど、まあ、今回わかりやすくなんかな、250円だとしますね。例えばですよ、250円利息でした。この250円は、経費に上げることができます。で、これ、毎月毎月、今度の時は250円、例えば次の月は252円とか、254円って、変動してると、まあ、これは表を見ないと本当わからないんですけど、表を見ていただいて、そのままの、12ヶ月分ですね。1月から12月分の支払い分の利息は経費に上げることができます。はい。で、元本返済は4万円っていう丸い数字になってる。まあ、4万円かどうかわかんないですけど、あと9万円返す契約もあれば、8万円ずつ返す契約、いろいろありますけども、元本返済の金額とこういうふうに載ってますので、ここの利息部分だけを経費に上げることができます。で、これが、利子、割引料っていう
科目を使う場合もあれば、本当にもう本当に利息支払いっていう科目で入れる会計ソフトさんもあれば、いろいろあるんですけど、大体利子割引料っていうふうに出てると思いますので、利子割引料の科目に、振り分けて経費に上げてくださいですね。で、ここでまた問題になるんですけど、例えばこの借り入れのものがね、プライベートと仕事用と入ってるっていう場合は、例えば半分半分だとしたら、仕事とプライベート用が半分半分使ってるものを買ったら、もちろん利息も 50%50% にしなければいけません。厳密なこと言うとね。ですので、その点も気をつけください。今日はね、皆さんね、勘違いしやすいこの借り入れ返済は経費にならないんですよっていう話でした。利息部分は経費に上げてますよっていう話ですね。はい、もしね、知らなかったとか間違えてるって方があったら、急いで今年からでみんなで直していただければと思います。じゃあ皆さんがね、ちょっとね、もしかしたら間違いやすいのかなと思って、今回の動画紹介させていただきました。以上になります。ではまた、次の動画でお会いしましょう。質問や、ね、相談、個別相談がある方は、税理士川南の会計室という完全に非公開制のグループ、Facebook の非公開グループで運営しているものがありますので、そちらの方で質問して、入会していただいて質問していただけるとようお願いします。はい。そちらの方はね、どこに住んでいても低価格で税理士を味方につけれるというコンセプトで、運用していますので、そちらの方もぜひ検討していただきたいと思います。動画のところに詳細をね、動画の下の詳細のところに動画じゃない、サロンの詳細を貼っておきますので、ぜひそちらの方を見ていただける、気になる方はね、見ていただければと思います。じゃあ今回の動画は以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。税理士川南でした。ありがとうございました。